ネルソン・アトキンス美術館は、ミズーリ州カンザスシティにある美術館である。カンザスシティスター神の創設者である、ウィリアム・ロック・ヒル・ネルソンにより創設された。ネルソンは1915年に亡くなるが、彼の妻と娘が亡くなった後の財産は、公共のために美術品を購入するようにとの遺言を残した。1911年には投資家の未亡人であった。 メアリー・アトキンスが30万ドルを美術館建設のために寄付。その資産を運用したため、1927年の時点では70万ドルに増えていた。別々の人物からの遺産があったため、当初は2つの美術館の建設が計画されていた。しかしながら、財団の理事たちは2つの資金を一つにまとめることにし、一つの美術館を建設することにした。建物は、 カンザスシティの建築事務所、ワイトワイトが、ボザール様式で設計した。建設は1930年7月から始まり、1933年12月11日に、開館した。この美術館は1983年に、ネルソン・アトキンス美術館と、名前が改められるまでは、二つの部分で構成されていた。それまで性欲は、アトキンス・ミュージアム・オブ・ハイニアと、 東翼トロビーは、ウィリアム・ロック・ヒル・ネルソン・ギャラリー・オブ・アートと呼ばれていた。ウィリアム・ロック・ヒル・ネルソンは、個人コレクションの寄贈ではなく、寄付をしたために、学芸員たちは、美術館のために幅広い美術品を収集することが、できた。大恐慌の時代、多くの美術品が売りに出されたが、買い手の数は少数であった。そのため、ネルソン・アトキンス美術館のバイヤーたちにとって、 コレクションを拡大する大きな機会が明け、この美術館は短期間の間にアメリカでも最も大きなコレクションを持つ美術館の一つとなった。増築されたブロックビルディング1999年に増築のためのコンペが行われ、スティーブン・ホールの設計で2007年6月にオープンした。質の高いヨーロッパ絵画のコレクションを有している。その中には、 ミケランジェロ・メディージ・ダ・カラバッチを、ジャンシメ・オン・シャルダン、ペトルス・クリストス、エル・グレコ、グエル・チーノ、アレッサンドロ・マニャスコ、ジュゼッペ・バッツァーニ、ジュゼッペ・チェザリ、ガスパー・レ・トラベルシ、ジュリアーノ・ブジャルディーニ、キツヤーノ、レンブラント、ピーケル・パウル・ルーベンスなどがある。印象派からは、ギュスター・ブ・カイ・ユボット、エドガードが、クロード・モネ、カミー・ユ・ピサロ、フィンセント・ファン・ゴッホなどがある。 後期ゴシック及び初期ルネサンスからは、ヤコポ、デルカセンティーノ、ジョバンニ・ディ・パオロとその工房、ベルナルド・ダッティとその工房、ロレンツォ・モナコ、ゲラルド・スタルニーナ、ロレンツォ・ディクレディなど。ドイツ及びオーストリアからは、マックス・ベックマン、カール・ホファー、エミール・ノルデ、エルン・ストルート・ビヒキル・ヒナー、オスカー・ココシカなど。ネルソン・アトキンス美術館は、アジア美術でも非常に名高い。 特に、中華帝国時代のコレクションが充実している。その他にもインド、イラン、インドネシア、東南アジアの美術品も所蔵している。日本の美術品も多く、葛飾北斎、歌川広重を含む、浮世絵版画500点以上のほか、ノ野丹ユ堺宝一、丸山王居、小形光林、池大がまた、鎌倉時代からの工芸品もある。アメリカの作品には、 最大規模のトーマス・ハート・ベントンのコレクションがある。その他、ジョージ・ベローズ、ジョージ・ケイ・レブ・ビンガム、フレデリック・エド・ウィン・チャーチ、ジョン・シングルトン・コプリー、トマス・エイキンズ、ウィンスロー・ホーマー、ジョン・シンガー・サージェントがある。コンテンポラリー・アートには、ウィレム・デ・クーニング、フェア・フィールド・ポーター、ウェイン・ティー・ボー、リチャード・ディ・ベンコーン、アグネス・マーティン、ブリジット・ライリー、アルフレッド・ヤンセンスの作品がある。 2006年、ホールマークカードの会長であるドナルド・ J ホール・シニアは、ホールマーク・フォトグラフィック・コレクションを、ネルソン・アトキンス美術館に寄贈した。このコレクションは1839年から現代まで、網羅しており、サウス・ワース・ハウス、カールトン・ワトキンズ、ティモシー・エイチ・オ・サリバン、アルビン・ラング・ダン・コバーン、アルフレッドスティー・グリッツ、ドロシア、ラング、ハリー・キャラファン、リー・フリード・ランダー、 アンディウ・ォーホル、トッド・ウェップ、シンディ・シャーマンの作品が含まれている。彫刻公園とシュタルコック美術館の外には広大な芝生が広がっており、その中に彫刻公園がある。ヘンリー・ムーアのブロンズ作品は最も規模が大きい。その他、アレクサンダー・カルダー、オーギスト・ロダン、ジョージ・シーガル、マーク・ディスベロなども所蔵している。また、クレス・オルデンバーグと、コーャバン・ブルケンによる、 バドミントンのシャトルを模したインスタレーションもある。加えて、ヨーロッパやアメリカの彫刻、装飾美術、古代エジプト美術、ギリシャ及びローマ時代の芸術品、コンテンポラリーアート、イングランドの陶器など幅広い所蔵品を抱える。ありがとうございます。